はい、どうも、メスでーす。木曜日ということで、新しいガチャが来ました。今日来たガチャは、ヨーロピアンクラブアタッカーズということで、いやー、来ましたね、じゃねんだよ、おい。2回目の撮影。なんで重くなってんだ。おい、あさって本社突入行くからな。おい、コナミ、さん。ということで、まあ今日はプラティニーだね。うん。プラティニー主役で。まあちょっと、ちょっとね、あのイーフトハブの方、今プラティン自体は出てきてるんですけど、まあレベル上限とかね、その辺があのブースターとかがまだ反映されてないんで、ちょっとね、どこまで総合値がいくかとかね、能力がいくかっていうのは分かんなくて、もうよく分かんないんで、とりあえず取っちゃえということで、プラティンに取って速攻でね、試合の方で使っていきたいと思います。で、あとはね、まあロマーリオもね、強いとは思うんだけど、どうなんだろう。俺ロマーリオのね、現役時代よく知らないんですけど、これラインブレーカーとかなんか間違ってならないかな。ボックスがね、まあ弱くはないと思うんだけど、どうしてもね、なんかちょっとね、第2候補ぐらいになっちゃうんよな。やっぱライブレでいっかっていう風になっちゃうから。まあ、実際ね、あのオンライン戦行ってもロマーリオ使ってる人いて普通に強いんですけど、なんかちょっとボックスっていう時点で使うね、気力がちょっとだけ落ちる。え、でもめちゃくちゃ強そうは強そう。で、ベルカンパはもういいね。さあ、ということで引いていきましょう。お願いします。1回目無料分、カモン。ラムリー80連目、やっと来たかな。あー、来たね。おせー、初手80連か。いやー、もうちょっとベルカンプはスルーでもいいかも。あ、プラティニじゃない。オッケーオッケーオッケー。プラティニとロマーリオはちょっと回収して、ベルカンプ残ったらガチでスルスル。オッケーオッケーオッケー。とりあえずね、一番の注目株ゲット、オッケーです。さあ、50連うわー90連目でした。間違えました。あ、50連ってことないな。90連目、あ、100連目か。ちょっと忘れちゃったけど、2枚引き、なんやかんやいいっすね。はい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 。もちろん何連かわかんないけど、とりあえず2枚引き OK。 これで全回収だね。はい、ということで一旦勝った。いや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 、どうしようかな。タレデザ無料来たからさ、ちょっといろいろ試してみたんだけど、これが正解じゃない。一応ね、あの最大総合値104まで行くんですけど、いや強い。はははは、強いな。で、逆足最高最高だし、で、スキルももうほぼほぼ揃ってるね。まあ必要、まあつけるとすればミドルぐらいか、パッと思いつくのは。まあちょっとね、2列目からの飛び出しなんでね、プレイスタイルは違うんですけど、まあネドベド、ずっとね、ネドベド使ってたんで、まあ比べてみましょうと。はい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 。まあキック力は圧倒的にネドベドか。あとスタミナもネドベドと。いや、プラティニ強くね。まあちょっとさ、やっぱ主役だから。で、ミドルもね、ちょっと在庫余ってないんで、ちょっとここで使ってみるか、 ST で。うん、あのポジトレ使ってもね、ちょっと CF にはできないんで、ちょっと ST で今日は使ってみましょう。はい、ということでやっていきます。さあ、ということで試合マッチングしました。よろしくお願いします。ということで、まあ臨時メンテとかもあったので、今日は確定で2試合で終わらせます。プラティに1点も決めなくても2試合で終わります。はい、ということで、おー、好調いいよ。さあ、行きましょう。おー、やべー、バイナミリンコビッチサビッチ入れてもらった。しかも全部長。あー、危ねー、よかった、チェフいた。ちょ、忘れないでしたやつ、次あるか、あるか、ある、プラティニ。うわー、ちょっと打てなかった。打ってもよかったけど、ミドルついてないからな。ひよった。あるよ、プラティニ出して、きたー、プラティニ絶対打つ、こうして、はい、オッケー、はいはいはい、プラティニ、あー、初ゴール、ある、プラティニダブタから、ドーン、完璧、よし、あるよ。あら、諦めちゃったかな、これは。相手諦めのハットトリック、イエス。え、ああ、切断か。強すぎて、プラティニ強すぎて、切断。さあ、ラスト1試合やっていきましょう。ああ、またバーニャン、バーニャン、バーニャン絶好調。だが外す。だがチェフでいく。よしよしよし。ああ、プラティニ調子普通か。いやー、好調、絶好調で使いたかったけど、まあまあまあ、贅沢は言わない。よし、行きましょう。いや、まあさっきの試合ね、無事ハットトリックしたんで、まあこの試合0点でも、全然全然、いや、そんなはずないけどね。絶対決めるけど。まあやっていきましょう。はい、ラウタロック。打っちゃうか。さすがに打とう、これは。
デルピエロから左へ。おい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 、決まるか。おー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 、あー、まあ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 、別に全然ね、煽りとかじゃないんだ。てかあれ止めないのチェフ。いやー、プラティニさんいっちゃおう、いっちゃおう、打っちゃおう。いやー、打てねえ、くっそ。まだあるまだあるまだある、ここだ。くっそ、無理か。おおお、チャンスチャンス、プラティニ来ただろ、決めろ。ぐぅ、プラティニ取れるよ、ナイス。こう出してプラティニが開く。さあ、いけるぞ、パスでもいいよ。が主役なのでいっちゃいます。くぅ、いやー、はい、うわそうだよね、今一瞬ちょっと数秒悩んだよ、あの勝利を優先すべきかプラティニに打たせるかで。俺はプラティニを選んだけどな、あ、通らなかったやっぱ予想通り。さあプラティニいけるか、これちょっと無理だな、追いつかれるな。ここ、いや、いいパス、オッケーオッケーオッケー、あるかあるか、プラティニからの、うわー、惜しい。あー、終わっちゃったか。いや、どうする、ラストって言ったけど、やっぱ主役もうちょっと活躍させたいな。もう一回だけ行こう、もう一試合。おいおい、DB1 くんなて。ラスト一試合って言ってんのに。ふざけんな、勝てまんなことはねえよ、おい。勝ちますよ、当然。か、ま、始まる前に、負けるやつを考えるやつが、いける、取れる。いやー、惜しい。いるかよって話ですよ。おー、いい位置。これ狙えるね。はいはい、プラティニ確かフリーキック能力高いよね。おー、いいね、いいね、96。これは狙いましょう。カーブ数値全然わからんけど。どうだろう、これぐらいでいく。だいたいそういう系のキーパーカーソル合わせるときって、戻すんよね。だからこれぐらい。いける、動かさなければ。あー、お、あー、出せたかなー今。いけるか、プラティニ。ある、あるか、来い。うおー、プラテネ、デビュー相手にぶち込んでいく。お、それはおあいつさん、やっちまったな。オーケー、2点目。ナイス、取れるよ。ただこっからプラテネにどうつなげ、空いている、はい、ハットトリック、これがプラティニだ。おい、負けると思ってたやつ、おい、笑える、おい、笑える、ヤンコレルオルテ。ヤウタロシア勝てなすぎてダメだ。あえ、こっからやばいかな、追いつかれる。ちょ、ヤンコレル対策どうしよう、無理なんだけど。あ、え、終わった、急に終わった。おい、笑える。